クリーム色の車体に青色のラインの入った瀬戸内色と呼ばれる懐かしの115系列車が JR 西日本の山陽本線を8年ぶりに復活運行されました。山陽本線古東駅と本由良駅間の踏切、下関駅行き下り普通列車、車体はポピュラーな小池色。セカンドカメラで踏切の向こう側から撮影。懐かしの瀬戸内色、115系列車、下関駅発岩国駅行き。セカンドカメラで瀬戸内色、115系列車を撮影。ご視聴ありがとうございました。